クローンに関して調査結果をつかめた。この学校のエネルギー波動異常とも関係があるみたいで、ルリの協力が必要だ。へえ、エリカに処理しきれないことがあるとはね。ESP モニターステーションに行けば話がわかるよ。これって一体どういうこと？学校の超能力モニタリングタワーはオーバーロードになってる。誰かがこのモニタリングタワーを利用してこっそり生徒たちから遊離しているエネルギー分子を収集しているに違いない。もしかしてクローンは全部このエネルギーから作られたエネルギー体なの？その通り。向こうの目的はまだわからないけど、ルリ、一刻も早くモニタリングタワーのオーバーロードを直さないと。どうして私が？ルリの超能力が適しているからだ。私はここでエネルギーの波動を監視する。ルリは早くなんとか A ブロックの屋上に潜入してくれ。随時連携を取りながらピンチの時は助けに行くから。もうめんどくさい。またうるさいな。彼らのエネルギー波動は弱い。おそらくただの C 級クローンだと思う。なるほどね。じゃ、行きますよ。
Thank you.